皆さんこんにちは。元プロゴルファーの宮里藍さんは1985年6月19日生まれ、沖縄県の出身です。藍ちゃんの愛称で人気を集めた元プロゴルファーの宮里藍さん、2018年6月21日にブログで自身の誕生日である6月19日に結婚したことを発表し、注目を集めました。夫は一般人男性で、米ツアーに本格参戦した2年目の2007年からマネジャーを務めていた人物です。現役時代の宮里藍さんがスランプに陥った時も献身的に支え続け、ゴルフ関係者からの信頼も厚いのだと言われています。結婚相手についてブログでは、私がアメリカに渡ってから彼と出会い、いい時も悪い時も現役生活を最後まで支えてくれた彼には本当に感謝しかありませんと記していました。2017年5月の現役引退会見では、報道陣から近々結婚ということはと寿引退の可能性を問われると、今のところはないですねと笑顔で否定していたものの、静かに愛を育んでいたようです。ブログで、これからは私自身が成長していきながら、また一人の女性としても彼を支えていけるよう温かい家庭を築いていきたいと思いますと綴っていた宮里藍さん。現役を引退した今、よりプライベートを充実させていることでしょう。宮里藍さんの愛の命名の由来は、トップが取れるようにという願いを込めて、辞書の最初の方に出てくる単語を探して父親がつけたのだとされています。兄の聡優作もプロゴルファーであることから、宮里三兄弟と呼ばれることもありました。2000年、中学校2年の時にダイキンオーキッドアマチュアゴルフ選手権で優勝すると、同年3月開催の第13回ダイキンオーキッドレディスゴルフトーナメントでプロツアー初出場を果たしました。その後は沖縄から離れた仙台市にある東北高校へ進学し、アマチュアながら数々の女子プロゴルフトーナメントに参加し、マスコミから天才と取り上げられるようになりました。高校3年にして日本女子アマチュアゴルフ選手権競技で優勝し、同年にプロに転向すると史上初の高校生プロゴルファーとなります。その存在はライバルの横峯さくらさんと共に女子プロゴルフ界へ新風を吹き込む存在として注目され、彼女が参加する大会は大観衆を動員するなど、低迷していたゴルフ人気の復活に大きく貢献しました。横峯さくらさんと同学年ということで、たびたびライバル視されてきた2人、現在の女子ゴルフ人気を牽引してきた2人ですが、不仲だという噂も流れているようです。幼少期から切磋琢磨し合っていて、2人だけに実はプライベートではとても仲良しと言います。2006年からはアメリカツアーに参加し、活躍の場を世界へと広げてきました。沖縄出身の宮里藍さんですが、なぜ遠く離れた東北高校へ進学したのでしょうか。それは慈恵の宮里優作さんがゴルフの名門東北福祉大学に在学して活躍していたからです。そんな宮里藍さんの高校時代の活躍には目覚ましいものがありました。中学時代に早くも全国中学選手権連覇を遂げるなど、ゴルファーとしての素質を見せつつあった宮里藍さんですが、それが開花したのが高校時代でしょう。天才高校生ゴルファーとして注目を集め始めたのは、2002年の釜山アジア大会で金メダルを獲得した高校2年の頃です。その後も数々のトーナメントに参戦して、富士山系レディスクラシックでは最終順位4位ながらも優勝争いを演じるなど、将来を嘱望される存在へと成長していきます。高校3年の時に出場した日本女子アマチュアゴルフ選手権競技での優勝に続き、宮城テレビ杯ダンロップ女子オープンゴルフトーナメントでも優勝を決めると、世間の見方もプロ転向は疑いなしという雰囲気になりました。そして実際に高校生として史上初のプロ転向を発表するなど、この頃の宮里藍さんは本当に神がかっていました。日本女子プロゴルフ協会発表による生涯獲得賞金ランキングによると、生涯出場が98試合の宮里藍さんは4億1807万2622円を獲得し、2021年8月のランキング順位は51位です。しかしこれは日本女子プロゴルフ協会の発表で、
アメリカで活動してきた時期の宮里藍さんの実績が反映されておらず、国内ツアー限定の数字であることに留意する必要があります。アメリカツアーではランキング21で約817万ドルを稼ぎ出しています。日本円に置き換えると当時のレートで9億円は下りません。つまり日米両国にまたがって約13億円の賞金を稼ぎ出したということになります。2010年6月21日にはアメリカツアーで年間5勝を挙げて日本人初となる世界ランキング1位まで上り詰めた宮里藍さん。しかし2013年以降は優勝から遠ざかり、2014年は賞金ランキング86位に陥落したばかりか、2015年は試合でトップ10入り0と苦しみ続けていました。通算勝利は日本で14勝、アメリカ9勝をマークしています。2017年5月に行われた名実ともに日本女子ゴルフ界を牽引した存在といえる宮里藍さんの現役引退表明は大きな衝撃をもたらしました。2003年に高校生として史上初となるプロ転向を発表してから15年、女子ゴルフ人気に貢献した宮里藍さんの功績は計り知れないものがあります。2004年には国内で5勝を挙げ、その後の活動拠点となったアメリカでも2009年に初優勝し、2010年に世界ランキング1位になると試合後にサインを求めるギャラリーが殺到しました。英語も堪能な宮里藍さんに憧れてプロを志し、ゴルフを始めた後進も数えきれないほどいます。そんな宮里藍さんも引退前は優勝には縁遠く苦しむ日々が続いていました。会見で彼女が真っ先に挙げた引退理由はモチベーションの維持が困難になったということでした。4、5年前からモチベーションを保つのが難しくなったと語りましたが、これは優勝から遠ざかった時期とも一致しています。休養して何年後かに現役復帰という選択肢も考えられそうなものですが、プロでやる以上そこまで甘くはないときっぱりと否定しました。現役復帰の可能性こそ否定したものの、違った形で恩返しできればと指導者などとしての活動を示唆しています。2018年6月に開催された国内女子ツアーサントリーレディスオープンゴルフトーナメントは現役時代の宮里藍さんの功績を称え、宮里藍さんサントリーレディスオープンと名称を変更しました。宮里藍さんは同大会のアンバサダーに就任し、トーナメントへのアドバイスやアマチュアとの交流、ジュニアゴルファーの育成強化などに努めています。また2020年12月にはジュニア向けのオンラインイベントを行うなど、現在はプロゴルファーを目指す青少年の育成に力を注いでいます。2021年、宮里藍さんの家族に新しいメンバーが加わることが発表されました。2021年7月に宮里藍さんは自身のインスタで、この度新しい命を授かりましたと妊娠について報告しました。日々成長する小さな命に夫婦ともども幸せと喜びで胸がいっぱいですと喜びを表現しています。ちょっと前に加入した猫と共に赤ちゃんとの写真も投稿してほしいと願っているファンも少なくないはずです。以前インタビューで、子供ができたらゴルフを勧めるかと質問され、一緒に遊ぶような感じならやってみたいなとは思うとも答えていた宮里藍さん。いつか親子でゴルフをする姿を見せてくれるかもしれません。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録高評価をお願いいたします。